ラーニー・パドミニー・ラーニー・パドミニーは、インド、メーワるル王国の君主・ラタン・シングの王妃、パドマーバティーとも呼ばれる。ラーニー・パドミニー伝承によると、パドミニーは、シンガル・ドゥイ・パの王女で、ラタン・シングは7つの海を渡り、多くの冒険を重ねて、チット・オルガルへと戻ったという。ただし、これは100年以上経ってから語られ始めたので、歴史家たちはこれを単なる伝説と見ている。 1303年、デリーのハルジー町に、首都、チットオルガルが包囲され、ラタンシングは、チットオルガル城に牢城した。その原因はその君主アラー・ウッディーン・ハルジーが、グジャラートに侵攻する際、メーワール王国内の通貨を拒否したことにあった。また、アラー・ウッディーンは、ラタンシングの王妃、パドミニーに大変愛着を抱き、横連んしようとしたとも伝えられる。 行為はこの年の1月から8月まで続き、春以上の軍勢は城に激しい攻撃をかけた。その間、ラタンシングは、講和を求めて降伏し、一部は抵抗を続けたが、チットオルガルは陥落した。パドミニーのその後の行方は定かではない。ありがとうございます。